行くで。打ち入れか。打ち入れか。よっさんおるな。暴れがいがあるってもんやで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。ここまでだ。始まったか。ええ、不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。切り通って切り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。なんなら踊れも味わってみるげ。隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。疑わしきは粛清する。これが新選組中組織。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。徳川開幕以来300年、徳川の世はそこまで衰えたか。とっておきの武器を連れてきた坂本龍馬だ。いよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ったよ。時間、この日本って国が自滅するまでの時間だよ。どういうこっちゃ。新選組の隊長を4人も始末できるんだからな。いい声で泣くな。今日の街、いや時代そのものが狂ってるんですよ。お前がもう一人の坂本龍馬なんか。誰なんだお前は。てえ、兄弟たちよ、また会いたじゃ。